決めるんだ、決意と覚悟を。加えろ、ダークシャドウ。アスリー、投げる。どこ、ヤミちゃん。打ち合わせしておいてよかったわ。ああ、うまい。あの二人じゃなきゃできない脱出方法。コミュニケーション能力、この社会ヒーローとして地味に重要な能力。特定のサイドキックと抜群のチームプレーを発揮できるより誰とでも一定水準をこなせる方が良しとされる。あの、今回テストと言いつつも意図的に各々の課題をぶつけてるんですよね。そうさね。常闇君と麻酔さんは何が課題なんでしょうか。エクトプラズム先生の個性が二人に天敵だとも思えないし。いや、天敵さ、常闇文影にはね。あ、どうしてですか。見てればわかるよ。やはり戦闘を避けるか。しかし、口からエクトプラズムを出し任意の位置で本人に化けさせられる。一度に出せる数は大体30人。しかしカラオケで 2,3 曲歌った後は36人くらい出るらしいぞ。行け、行け。ないわ。全くだ。常闇文影の強みは間合いに入らせない射程範囲と素早い攻撃さね。けれど裏を返せば間合いにさえ入れば脆い。常闇君にそんな弱点が。それで数と神出鬼没のエクトプラズムか。一方で明日強い、課題らしい課題のない優等生ゆえに、あんたが言ったように強力な仲間のわずかな弱点をもサポートできるか否か。あの子の冷静さは人々の精神的支柱となりうる器さね。精神的支柱。思えば USJ じゃアスイさんがいてくれたおかげで随分助けられた。頑張れアスイさん、常闇くん。これで28体目。常闇ちゃん、見えたわ、ゴールと、おそらくご本人。あの数をよくぞしのいだ。だが、これならどうだ。強制終了、ジャイアントバイス。ゲロ。数は出せなくなるが、我が死因できればこの一体で事足りる。避けろ、アスイ。分身の解除は我の意志でのみ。さあどうする。なんたる万能個性。俺もだよ。ダークシャドウ、お前だけでもゲートを通過しろ。はいよ。プロ相手に正面からはしのげんか。でも届くのならチャンスはあるわ。ダークシャドウちゃんにこれを持たせて。常闇ちゃん、これ、どれだ。あんまり見ないでね、先生に気づかれるわ。それにとっても見にくいから。制限時間まで、これを続けるか。我が欲すは逆境を打ち崩すヒーローの的だけ。ダークシャドウ、落ち着いて、大丈夫よ。常闇ちゃんとダークシャドウちゃんが強いもの。身動きを封じられたら正気がこっちのみになっちゃうから、とっさに飲んだのよ。私の胃袋は出し入れできちゃうの。
なるほど。カフスがかかってる。クリアだ。ダークシャドウとカエル双方の個性をうまく使い合った。うん、さすが。アスイ、トコヤミチーム、条件達成。見事な起点だ。賞賛に値する。強越至極。キロキロ。俺のおかげだな。